ファンタジー・オン・アイス、上園連 ν インタビュー。昨シーズンジュニアデビューした上園連 να、13歳、リス・フィギュア・スケート・クラブ。写真、フィギュア・スケート、13歳の新生、上園連 ν インタビューカット集。ジュニアグランプリ、GP、シリーズ初戦のイスタンブール大会で、中井網に次ぐ2位になり、 2戦目のポーランド大会は韓国勢2人を抑えて192.31点の自己最高得点で優勝を果たす初挑戦で進出したジュニア GP ファイナルは得点を196.46点に伸ばして3位に全日本選手権4位で出場を決めた世界ジュニア選手権でもジュニア GP ファイナル1位の島田真央と2位に信じや韓国・ニツ3位に入り 世界ジュニアのトップへ一気に登り詰めた。まさか自分が呼ばれるなんて。そして、今年5月には、憧れる羽生結弦が出演する、ファンタジー・オン・アイス2024に初出演を果たした。すごく出たかったアイスショーでもあるのですが、まさか自分が呼ばれるとは思っておらず、驚きでしかなかったです。でも、だんだん、本番の、美が近づくにつれてすごく楽しみになっていきました。 このアイスショーに出ても大丈夫なくらいの練習をして会場に来たいなと思って練習していました。こう話す上園が5月24日開幕の幕張公演で演じたのは新シーズンのショートプログラムボイラだった。フランス出身のバルバラ・プラビが歌うボワラ、これが私はプロスケーターになった宮原智子が2022年のスターズ・オン・アイスで披露し今年3月の ハニューゆずる乗ってステラタ2024の第1部でも演じていた曲だ強い女性を美しく踊れるようにしたいなと思っていますと話す上園は第1部2番目の演技者として登場表情に彼女が好きだというピンク色の花の照明が映し出される中柔らかな動きで滑り出すと最初にダブルアクセルを決め続いて3回転フリップを飛んだ フライングキャメルスピンの後の三回転ルッツは点灯したものの、レイバックスピンから立て直すとステップシークエンスは途中で止まるところもある振り付けで、緩急を意識した演技だった。最後はチェンジフットコンビネーションスピンで締めた。二日目は、ザ・キングス・アファーメーションとスクリームシャウトを使った新エキシビションプラグラムを披露。最初の三回転ルッツは点灯したが、 スピードのある滑りで3回転フリップを着氷すると、レイバックスピンの後にはダブルアクセルクラスダブルアクセルクラス2回転トーループも飛ぶはつらつとした演技を見せ、最終日には再び新 SP を披露した。